股抜きがこれからっていうのが辛いところではあるけども、まあ、ローグ系はそういうもんだからね。もしかしたらいずれ武器持ち込みとかできるかもしれんし、なんとか早くパッシブを強化したいね。まだお金がない状態だから、この女神様のプレゼント部屋、ここが大事だよな。サンダーエンジン、黄金のフィスト、迷うね。フィスト、木の箱で近接攻撃で小遊びコインが手に入る。あれ、顔変わった、マイクラみたいな顔になったぞ直接の武器ではなかったけど、おっと、木箱がある。あ、木箱、違うんだ木箱、これはそう、こうやって近接で壊したかったんだ。お、ここからだったら登ってこれない、いいねしかしちっちゃくなるとスパシッコってなるな。これはこれで気持ち悪い。あー、やっぱり卵の状態で放置しちゃうと復活するんだね。あぶねー、爆薬の樽まで壊しちゃうとこだった。これはどうしたらいいんだろうね。食らいながら行くしかないの。あ、行けた鍵はいっぱいあるから、よし、この鍵付きのやつも、おお、回収できた。えい、ん、開いた。これグレネードじゃないと開かないの、この石作りの宝箱。やったー、武器だ、ボルテックス。おおかっこいい。スキルはあるかな。お、スキルあるね。え、あれ、お金が生まれた。なるほど、このエネルギーのやつを消費してお金を出してくれるんだね。射程微妙かなと思ったけど、初期銃の射程がそもそもそんなにないから同じくらいかな。あれ、死んだ。もしかしてライフ消費もあったのかな。マナー消費だと思い込んでた。事務所、地下室、実験室。開かないストーリーを進めていくと何かしらアンロックされるかな。お、これは今までゲットしたアイテム見ることができるんだ。試す。なるほど、ちゃんとグラフィックが変わってるんだね。自分のめちゃめちゃ種類あるね。実験室、卵から帰る子たちだろうね。ここ早く手に入れたよね。怪しいな、これで破壊できるか痛い。あ、でもダメージを食らえば、血を捧げれば10発撃つごとに1発ダメージを与える特別な弾、顔にもナイトビジョンがついたこの緑色の弾が10発に1発強いっていう弾だろうね。シールズのワッペン、武器をアップグレードし移動速度を上げる。ありがたいね。隠し部屋、これはん、コインがいっぱいもらえる部屋かな。ただ単に上にも、シールドを犠牲に。今回はコインが大量にゲットしてね。しかしそういう時に限ってまだショップには会えてない。なんだこの美の女神。おっと、ペッペッて出す赤い唾、怖い。おっと、離れれば問題ないかなと思ったけど、そんなこともなかったな。ルージュ、しゃがむとかができなかったから、うん、一発目も普通に食らってしまった。うん、食らうなちゃんと上に行ってあげないといけなかったんだね。うー、危ねえ危ねえ。悪魔の角、近接攻撃のダメージを増加。 H ゲージ、暴力ゲージ、
右下のやつが暴力ゲージかね。おお、初めましての、なんだこのスライムは。これは普通に撃ってればいいだけか。とりあえず当たったら良くないんだろうけども。え、またしても何に当たったの。多分ちっちゃい弾があって見えてなかったんだろうね。そしてキャラによって、うん、転がることができる、地雷を設置する、アイテム拾わなくても説明文読める、おお、銃の切り替え2つ持ち運びできる、あー、そういうキャラとかいるんだ、便利。やったー、なんか落ちてたぞ。ウェルカムドリンク的なやつだね。ブループロトコル、武器をアップグレード。倒した後のピョンって跳ねるあのクラゲの弾、あれに当たってさっきは死んだんだな、おそらく。おっと、着地地点に敵の糞が。早く卵を返してあげたい。まだ卵から帰るやつ一人も会ってないぞ。もうボス部屋か。いろいろ宝箱とか取りそびれてんだよな。鍵かグレネードかが微妙に足りなかったりってのがね、ちょいちょいあってね。これはよいしょ。このペッて出す赤いやつがどっち側に飛んでくるかがいまいち読めなかったりっていうのは、自分追尾なのかな。だからちょっと接近して、うん、スモークもスタークモジュール、そんで弾をおびき寄せるのが良かったかな。アイテム部屋のために最低一つは残しておこう。でもそのアイテム部屋がね、そういう時に限ってこなかったりするんだよな。はあ、やってしまった。こういうミスがひどい。おかげであの部屋に入れなくなった。またグレネードをどっかで回収してこないと。あとはアイテム部屋がねあったけども、鍵がないのでまだ入れない。まあ、鍵ぐらいだったらどっかで1個ぐらいは当ててくれるでしょう。ジャック、おお、孵化した。ラムダの方向に弾を発射する。これでだいぶ楽になるでしょう。お助けキャラアプションが1つあるだけでだいぶ違うだろうし。そしてまた卵が発生してる。ライオンの頭飾り、スキットル、あースキットルはね無駄に買ったことあるよ。いっぱいやって一発撃とう、洗って繰り返し使える、武器のダメージを強化、いいね。これどんどんさ、ゲットしたものが体に付着してってるね。スキットル、そういうとこにさ、ガンにつけるもんじゃないでしょ。もうボス部屋だ。なんか早い時はあっという間につくね、ボス部屋。この石のやつはグレネードでと。ただ他を回ってから、お、ちゃんと地しぶきが、おお、何それ、そんなにぎっしり撃ってくるやつがどこに発生する。ノー、なんとか高低差を利用してうまくやっつけよう。空飛べるアビリティとかないと、こういうとこの上のは、いけないのかな。グレネード、これグレネードで壊したところでもらえるのがグレネードでしょう。それとも他に何かもらえたりするのか。またこれか、鍵2個ある。ここは開けられたら、上を開けてグレネードがないから、上はやめといてこっちで、うん、よし。うわー、奥にさらになんかある。行っちゃうか。やったぜ。で、これは鍵を使う系なんで、ちょうど2個あるんで。よいしょ。スマイリーボム。ボムが一定範囲内の弾を消すようになる。スマイリーか、アングリー。スマイリー、アングリー、どっちかな。奥にもまだあるけども、グレネード、上通るよりかは、もうこっちの奥だけちょっとやっとこう。今日は運がいいね。そんなにいいもんはなかった。
ジャック2。ジャックがレベルアップしたのかな。卵を孵化させるためにもこうやってうろついて敵を倒していった方がいいのかな。経験っていうのはスクロール数かな、それとも敵を倒した数かプレイ時間なのか。ジャック、そのグレネードでさ、あの石のやつ破壊できたりするかね。孵化失敗、残念。ホビオンの状態で食べてあげるべきだったか。んなもないか。なんかちょっとぼやっと光ってるから破壊したら何かある系かなってね、期待しちゃった。鍵はあるぜ。宝箱の中からさらに宝箱。お、また卵は。ここはショップだね。139あればなんか買えるでしょ。ソウルブリンガー、剣道の面。おそらくこれがステータス上昇系で、で回復と鍵。うん、便利アイテム。ブリンガー買ってみる？自らの可能性を解き放て。この武器は近接攻撃で敵にダメージを与えると無敵状態がどうのこうのってあったね。普通に近接武器なのか。あ、近接ってほどでもないぞ。結構な距離ある。十分十分。じゃあ剣道の面も。時々敵からの近接攻撃を防ぐ。いいね、ちゃんと剣道の面をかぶってる。近接っていうから本当ね、1マス脇程度のあれかと思ったけども、これぐらいあるんだったら十分十分。で、右振りの技がおそらく無敵状態になるってやつでしょ。おりゃー、無敵状態を利用し、あ、クリスタルもう足りない。いいね、これ強い。お、5番だ。移動速度が上がる。打てる球が1つ増える。でも近接の場合は関係ない。あれ、ちょっと広がった、気のせいかな。そしてなんかお助けキャラマミー増えたね。初のレベル3。まあイージーだからね。5まで行けばとりあえず1ステージの大ボスって感じかな。装備アイテム、ヌガー、バーチャルアシスタント。気になる。シールド押しなど時々守護精霊が手に入る。なんじゃらそれ。やっぱこれ一度に2本打ってんのかな。消えた時にこのシュン、ちゃんと2本見えるから。あぶね。今の近接というか、ね、直接当たるようなダメージもたまに防いでくれたりってことなのかな。何より死なないことが大事。シールドもしっかり取ってと。ライフも増やしたいとこだったけど、さっきは出なかったからね。これ便利だな。押しっぱなしでずっと出るし、全然近接攻撃感はない。つまりこれで近接攻撃ってことは、後にもっと便利なジャック3、ジャック3、もっとえぐい遠距離武器が後に手に入るんだろうね。お、鍵はある、コインもある。回しますか。チュンチュンチュン。もう一発。うん、もう一発。あれ？壊れちゃった。壊れちゃったよ。なんてこった。こいつも始めましたかな。どういう攻撃してくるのか。孵化失敗、残念。攻撃方法も難易度によって、うん、バリエーション変わるだろうしね。ん？なんか硬いなと思ったけど、大丈夫か。アダム。敵に向かって自動的に弾を撃つ。乗ってると消えちゃう足場。お、なんだなんだ。い、兵士のマスク。敵を追尾する弾を発射する。この辺りのは全部さ、重ね掛けだから便利だよね。そしていろんなものが付着してる。ゴーストベイビーが孵化。女の子だ。短い間ん、あのすぐ消えちゃうからさ、もうちょい長い間表示しといて。死亡時に短い間あなたをダメージから守る。 HP、 あ、こいつらも食らってるのか。バトルマップ、
装備が整ってればここはもはやボーナスステージよな。ミニマミー2、かわいい。おお思わず引き返しちゃったよ。はい、すごい見た目だったなうっかり誘爆に巻き込まれそう。で、俺グレネード投げるの下手なんだけども、グレネードはなんかシステムで手榴弾の軌跡があったから、これを俺はオンにしといた方が良さそうだね。無限の鍵、この鍵を持ってる間は鍵を何も消費せずに開けられる。すげえ。ただこのレベルでのみってことか。これはグレネードで開けるやつだね。よいしょ、また箱が。もう無限の鍵あるからいらないんじゃ。でも次のマップに引き継ぎの鍵は無限の鍵以外だからかな。マクファミリーだからファーストフードか、マックなファミリーね。よいしょ、なんか降らしてくる、なんか降ってる、アイムラビットしてる。ちっちゃいや敵を産んで終わった。トーベビーフ、ハートの要求1追加、いいね。